皆さんこんばんは。最近サーティワンのアイスクリームを3日連続食べてさすがにやばいと思い始めた元男の子の青木好みです。長いんだって。皆様、タイトルにもあります通り、私青木かのんは日本人ではありません。嘘です。このままだと私はただ の嘘つき人間になってしまうんで、ちゃんと説明すると、私のお母さんは外国人なんです。知ってるよっていう視聴者さんも多分いっぱいいると思うんですけども、ここ最近たくさんの新しい視聴者さんが登録してくださってありがとうございます。この前ですね、お母さんが出る動画を出したところ、コメント欄に、え、お母さんもしかして外国人、カナちゃんハーフなのっていうコメントがかなり目立ってまして、あ、それわからないよねみたいな、まあ本当日本人の顔だと思ってるんで、自分でも。なので今日は改めて、私は実は半分外国人なんだよっていうことと、日本に住んでよかったこと、そしてお母さんの母国にも私一時期住んでたことあったんで、どっちの国のいいところ悪いところを話していければなと思います。で、その肝心の私のお母さんは何人かと言いますと、何人だと思います？お母さんの国籍はフィリピン人です。あのフィリピンという国は、まあ歴史的にもいろんな国の人たちがその出入りした国なんで、フィリピンっていう国籍であってもいろんな国の血が、まあ、混じってる人が結構多くてですね、私のおじいちゃんはスペイン人なんですよ。生まれも育ちもフィリピンで育ってるんで、いわゆるそのスペイン系フィリピン人なんですね、おじいちゃんは。おばあちゃんはフィリピン系の中国系の方。あ、もう自分でも頭の中こんがらかってんですよ。なんでそんなに混じってんのみたいな。それ言ったらやばいか。いや、もうすごいいろんな文化が混じってて美しゅうございます。そういうおじいちゃんとおばあちゃんから生まれて、18歳ぐらいの時に日本に来て、私のお父さんと出会ってるわけです。で、私のお父さんは日本人なんですよ。なのでフィリピン国籍のお母さんと日本人のお父さんの間に生まれたっていう感じでございます。で、今私はもちろん日本人なんですよ。これが証拠ですよ。ほら、日本とフィリピンどちらも住んで、気づいたところを話していこうと思います。では行きましょう。ちょっとやっぱ私ね、前髪もしかしてハゲてないみたいな言われたんですよ。あの、恥ずかしくてですね、最近画面のこのちょっと頭切れるように映ってるんですけども、その前髪を薄くしたいなと思ってセルフカットしたら、あの、盛大に失敗しましてですね、ハゲました。あの、全部映っとこんな感じですね。この本題に行く前に、私はその向こうの言葉は喋れません。そんな感じです。行きましょう。日本に住んでよかったなと思うところをお話しします。まずご飯が美味しい。まあ向こうのご飯も美味しいんですけども、周りの日本人の友達と日本の料理美味しいよねみたいなことを話すと、え、そうみたいな、それが普通だと思ってるからあんまり気づいてないと思うんですけども、バリエーションあるし、外来系な食文化も日本人の口に合わせるっていうじゃないですか。その口に合わせた、なんか改良した、例えばカレーとかもそうですし、いや、すごいなって、日本人はもっと日本料理はすごいんだみたいな、なんか自信持った方がいいかなって思います。そして二つ目が衛生面。フィリピンの高級料理店とか高級ホテル以外のところとやっぱ日本を比べたらもう雲泥の差。日本は基本的にどこ行ってもちゃんと水は強く流れるし、トイレットペーパーも棚に置いてあるっていうね。それは向こうの場合だともうパクられますからね。日本は道路も綺麗、下にゴミもあんまり落ちてないし、母の実家はマニラっていう、日本でいうと東京みたいな都市圏なんですけども、ちょっとでもこの路地とか入るとそこら辺に野良犬の糞が落ちてるんですよ。で、それでなんか踏んじゃったりとか、結構すごいですよ。ハエとか飛んでますからね、めちゃめちゃ家の中もプーンって飛んでますから、プーンって。3つ目は文化です。まあ、日本は歴史が長い国なんで、地方によってもすごいいろんな文化あるじゃないですか。例えばこっちの地域は味噌を使った料理とか、まあ、こういう風習があるとか、27年間日本にほぼ住み続けてる私でさえもまだ知らないところがいっぱいあるんですけども、フィリピンもいろんな多民族国家なんで、アメリカの料理とか、特にその中国料理とかの影響がすごい多くてですね、意外とね、日本人の方が想像するフィリピンの方のそのイメージ、現地に行ってみると中国系の方の顔がすごい多いです。母親の知人とかもどちらかというと中国の南方系の顔の方が
なんかそんな感じがするなと思って、まあ、福建省の方がそのルーツとして多いってフィリピンは言われてるんで、あと台湾の方とか、まあ、いろんな文化があるっちゃあります。ただ日本に住んで私は、まあ、日本の文化は本当バリエーションあって面白いなと思いました。では今度はフィリピンのいいところ3つ。人々の距離感がものすごく近い。良くも悪くも人に干渉するっていうか、まあ東京だったら他人の家とかに勝手に人が入ったりとかしないじゃないですか。フィリピンはもう人の家にガッて入って、みたいな。家の前の道路のところに椅子とかこう並べてみんなでお酒飲んだりとか歌を歌ったりとか、人と人との距離がすごい近いなと思う。まあ、結構ドストレートに感情を表現する人が多いなと思うんで、たまにその、まあ、女性同士でもボコボコになるぐらい殴り合ったりとか、自分の気持ちをドストレートに表現するみたいな、人とのこの距離感の近さはすごいいいなって思います。2つ目、物価が安い。向こうの所得を考えると、まあ、そこの国にとって普通だけど、飲み物とかも記憶の限りだとちょっと間違ったらごめんなさいね。コーラとか10円とか20円、あとはジープニーみたいななんか車があるんですよ。走りながらみんな飛び乗って、バスのようなジープのようなもう後ろ開けっぱなドアの、それめちゃめちゃ安いんですよね。で結構長距離移動もできたりとか。この前面白かったのが、おばあちゃんとお母さんの妹が日本に来て、私のお母さんが使った昔のその iPhone7 を取り合いでなんかもらえなかった方が泣いてたみたいな。向こうで iPhone を使うとお金持ちなんだねみたいな。向こうの人たちが使ってるスマホは日本でいうと1万円ぐらいで買えちゃうようなスマートフォンでも、それが人気だったりとか、すごい安いサムスンのスマートフォンとか、もう iPhone で使ってる人が多い日本からするとちょっとそうなんだみたいな感じだと思うんですけども。そして3つ目は、公用語がタガログ語、いわゆるそのフィリピン語ですよね、以外にも英語が使われてます。むしろフィリピンでタガログ語を使わなくても生活できちゃう。私のお母さんも英語ペラペラなんで、アメリカ行っても普通に言葉通じちゃうし、日本で育った私からしたら羨ましいし、いいなって。ではこの今言った反対のお互いの国の微妙かなみたいなことを発表していきます。まず日本から、正確すぎるところ、いいとこでもあると思うんですよ。でもそれがスピーディーさがなくなっちゃうのかなみたいな。いや、スピーディーなんですよ日本は。時間厳守でその電車もほぼ遅れないじゃないですか。正確すぎるがゆえに、例えばこのとあるプロジェクトをこれからやりますって、そのそれをスタートするまでに試行錯誤重ねて重ねて重ねてやっと出ますみたいなってなった時に、結構他の国、その日本と同じ先進国の方が先にそれをスタートしたりとか、まあ、ただそれも結局いいとこだと思うんですけどね。本当に正確性が高いから、日本のなんちゃらのサービス安心できるよねみたいな。微妙なところって言ったらもうそれぐらいしか思いつかない。いや、これ動画として成立しないんじゃないかなって思っちゃいますよ。日本のこういうとこがダメなんだみたいな、その私の暴言を期待して動画クリックしてんでしょ。それぐらい満足感が高いってことですよ。まあ、他の国に住んだら分かんないですよ。長く住んだら、いや微妙じゃないみたいな、なんかそういう風になるかもしれないですけども。治安の問題です。私は、子供の頃フィリピンで目の前で銃撃戦があって非日常的なことを体験しました。フィリピンの家族たちとみんなで車乗ったんですけども、いきなりバーンみたいな音が外が聞こえて、私とお母さんは頭を下げてみたいな、みたいな感じだったんだけど、その運転手の人とか他の人たちは、ああたまにあるあるみたいな感じの、なんかそこまで慌ててない。いやでも、いやだって命に関わりますからね。しかもですよ、私のおじいちゃんは銃弾の跡がね、いっぱい体にあるんですよ。警察をしてたんですよね、おじいちゃん。もう今死んじゃったんですけども、すごいなって。フィリピンはまだまだ治安が不安だなっていうところですかね。それ以外は住んで楽しいなって思ってます。まあ、いろいろ話したんですけども、やっぱり日本って住みやすいなと。まあ、いろいろな問題とかもあると思いますよ。例えばバイトの給料低いなとか、あ、高いのか今。総合的に見て私はこの国に生まれてよかったなと思ってます。満足感高いです。星 4.8 食べログか。
今回はあまり普段話さないことを話してみました。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。